皆さん、こんにちは。藤波心です。東日本大震災、あともう少しで1年が経ちます。3.11 以降、私の価値観は大きく変わりました。人類の歴史に残るような大きな事故なのに、大したことないように見せる国の姿勢や報道、検査も少ししかしていないのに、経済を守るために緩すぎる基準、食べて応援しようなんていう人の命の重さを無視した無責任な国を挙げてのキャンペーン、私はこれはすごく怖いことだと思います。日本ってこんな国だったんだと残念な気持ちになりました。今、日本は歴史上大変な危機に面していると私は思います。この狭い国土に、この地震が多い国土に、気がついたら原発を54基も建ててしまっていた。これは繁栄の象徴でもなく、ただの時限爆弾です。もしまたどこかで大地震が起きて別の原発が爆発するようなことがあったら、今度こそ日本は終わりだと思います。いつ爆発するかわからない爆弾と一緒に生活するなんて私は絶対に嫌です。美しい山や川、海、歴史ある町、おいしい山の幸や海の幸、もう私たちの国土に第二の福島を作っては絶対にいけません。私たちは所詮ちっぽけな生き物です。どうやったって地球の自然には勝てません。科学が発達したからといって人類が何でもコントロールできると思ったら大間違いです。自然の中に生きる私たちは絶対自然を超えることはできません。こんな地震の多い国に原発を作りまくるというのも自然をバカにした人類のおごりだと思います。私たちは原発によって支えられていたのではなく、何も知らない私たちが原発を支えていたのだと思います。よく経済がダメになるから原発は必要だという人がいます。でも今の日本は原発があるから経済がダメになってしまっているように私には思います。今こそ本当の幸せとは何か、豊かさとは何か、考え直す時が来ているんだと思います。いつも最後にしわ寄せが来るのは一般市民や弱い人、子供たちです。皆さん一人一人の力は大きな力に変わります。子供たちの明るい未来を、そして日本の未来を守ってください。よろしくお願いします。最後に、今日はふるさとを歌って終わりたいと思います。うさぎよ石かの山、こぶの釣りしかの川、夢は今も巡りて忘れがたい。
ありがとうございます。